もしかすると新古車の種類によっては新車の方がメリットが出てきちゃうよっていうこともありますんで、新古車の落とし穴ってここなんですよね。ごきげん TV です、よろしくお願いします。おう、今日はですね、結構ショールームで、まあ、新車検討してる方の中で新古車ってありますかっていうのはたまによく聞かれるんですけど、まあ、新古車って今日何なのかっていうところと、まあ、新車と新古車ってやっぱり明確に購入するってなるといろいろ変わってくるんですよ。なのでそこを今日はお伝えしていきたいと思います。ただ今このご時世新車が作れないので新古車っていうのは非常に出にくいです。なのであまり期待しないっていうのと、まあ、ジムニーとか、ね、例えばスープラとかもそうだし、あとランクルとかもそうだと思うんですけど、今ね、中古の方が高くなっちゃってるモデルもあるじゃないですか。だからそういう現象もちょっとね、アバルトとかの限定車とかね、アバルトのマニュアル車なんかはそういうねちょっと気配もあるんで、まあその辺も踏まえて新古車ってそもそも何なのかっていうところと、新車と新古車で何が違うのかっていうところを今日はお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず新古車って何かっていうんですけどね、新車じゃないんですよ。登録済み未使用車って言って、ナンバーはついてて車検証もできてて一回登録しちゃったんで、基本的には中古車になるんですけど使ってないよっていう、要は状態は新車だけど車としては一応中古車の部類に入りますよっていうことですね。なので大前提として中古車になります。販売はいつからするのかって感じなんですけど、まあ、僕らだと大体おおむね登録から3ヶ月、例えば今年の4月に登録した場合の新古車に関しては大体7月ぐらいから新古車として販売するよっていう形が大体大半ですね。まあ新古車って何で作る、何であるのかっていうところなんですけど、まあ今はね新車がそんなに作れないんであれなんですけども、例えば新車で長期在庫、ディーラーが新車で発注したんだけど売れ残っちゃってる車を例えば登録をして新古車にして値段を下げて販売するとか、あとはメーカーからですね、ディーラーはですね月何台売りなさいというノルマがあるわけですよ。ノルマがあってなかなか新車が売れない月に長期在庫の車なんかを登録をしちゃって、まあ、売った体にして新古車にして販売するということで生まれてくるんですね。これが新古車になります。これが定義になります。はい、これを踏まえてメリットデメリットをお伝えしていきたいと思います。まずメリット、価格がやっぱちょっと安いです。フィアットアバルトの場合だと平均で今はね中古も高いんですけど10万から20万ぐらい安いんじゃないですかね、本体価格が。でプラス中古車を買った場合は税金がちょっと安くなるんですよ。税金っていうのは自動車税環境性能割っていうのが新車買うとフルフルかかるんですけど、それがだいたい登録しただけで次買うオーナーさんは6割減ぐらいで買えます。はい、なのでまあ税金がちょっとだけ安いっていうところですね。最大のメリットは価格なんですけど、次にデメリットをお伝えします。まずね、長期在庫の車を優先的に新古車にするので、まずマイナーチェンジ前とか仕様変更前、要は最新モデルについてない機能がついてたりするんですよ。そこを了承して買うんであれば新古車メリットあるのかなとは思うんですけど、現行のモデルと新古車で何が違うのか営業マンに聞いた方がいいのかなって思います。新車で加入できるサービスに制限が出るってことですね。まあ、フィアットアバルトの場合は新車でも新古車でも、自社登録って言って、僕らディーラーが登録した車に関しては例えばイージーケアメンテナンスパッケージですね、イージーケアは入れるんですよ。であと延長保証っていうのも入れるんですけど、新車だったら10万円で入れるところが新古車の場合は15万円払わないと入れないですよとか、ちょっとそのね入れるサービスに制限があるんで、ここもしっかりと営業マンに聞いてみてください。であとデメリット、ローンで考えてる人、ローンで考えている人は結構注意が必要です。新車で適用される低金利が中古車は使えないんですよ。そこは本当に気をつけた方がいいと思います。金利で逆転現象起きちゃうことがあるんで、新車に適用されるキャンペーンも適用されないです。例えばホームページ見て新車だと下取りアップキャンペーンとか、
アクセサリーキャンペーン5万円とかいろいろこうね、お得な情報が、お得なキャンペーンやってるじゃないですか、新車だと。それが中古車なんで、それが適用されないんで、そこだけは気をつけた方がいいです。だから本体価格が下がってても、税金が6割減ぐらいするぐらいで、あとは新車のキャンペーンとか低金利のローンが使えないんで、両方考えている人はやっぱり新車と中古車両方とも見積もりを作ってもらって比べといて、比べた方がいいのかなって思います。はい。で、あとね、この新車と中古車で、これさっきも言ったように現金一括で払って、まあ、10年乗るっていう人だったら、まあ、新古車でいいと思うんですよ。新古車がちょっと安いしね。ちょっと安いし、もうどうしても得な方を、お得な車買いたいっていう人は、新古車でいいと思うんですが、例えば若い方で残価設定、フル、もうフルフルの残価設定型で組むんであれば、新車の方がいいと思います。これなぜかというと、はい、次の、ここ。はい、これローンシミュレーションなんですけどね、もうこれアバルトを仮にフルフルで買った場合ですね、まあ、金利とか変動するんで、あのざっと見といてほしいんですけど、最後の下のところだけ見てください。月々の支払い、なぜかというと新車だと適用される残価設定のパーセンテージが中古車になることによって設定がなくなるんですね。なので例えばもう5年しか乗らない、3年しか乗らない残価設定型でどん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 乗り換えたいって人は、新車の方が月々がお安くなってしまうというこういう現象、まあ、あくまでこれは一つの事例で、事例になりますけども、まあ、トータルで持ち出す金額っていうのはローン組んじゃうと新車も中古車も下手すりゃ変わんないよ。もしかすると新古車の種類によっては新車の方がメリットが出てきちゃうよっていうこともありますんで、新古車の落とし穴で、新古車って買ってみた時に本体価格が安くなってくるから飛びつきやすいんですけど、中身見たらマイナーチェンジ前とか仕様変更前とか、あとは金利がローンの金利が高かったりっていうことがありえるんで、十分ね。なので自分が欲しい車の新古車新車営業マンに相談して、あなたの購入プランに合ってるのはどっちの車なんだろうっていうのは営業マンに相談していただければと思います。以上です。Changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.